はい、今回はレバ刺しを食べれる店はないはずが焼肉店で料理方法について聞かれる謎こちらについて考えてお伝えしていこうと思います。 今回もよろししくお願い,いたします、まあ、今回はですね、まあ、ちょっと焼肉の話なんで、まあ、あの、まあ、なんていうのかな、<laughs> まあ、ちょっとおかしいところがあるんですよ。で、えー、結構注目されてるこれ、ニュースなのかな、ニュースっていうか、その、Twitter の、まあ、投稿内容から <laughs> 結構注目されてるんですけど、まあ、僕、これちょっと調べてみて、まあ、リスナー様もね、ちょっとこれ聞いていただいたら、 おかしいなと思う方いらっしゃると思うんでまぁ、あ、何がどこがどうおかしいのかっていうねまあそういったことを考えて行、えー、こうと思います <laughs> まああの何、ー、と言っていいのかわからないんですけど、えー、まあ <laughs> 法律法令でレバー刺しはダメだって、えー、いうことになっていてもちろんそうだと思うんですよで僕はあのーえー、全然そのレ,レバー刺したんでもうその禁止になっている食べてないんでわからないんですけどら明らかに、えー、ちょっとそれとはなんていうのかな、うん 違ったようなことを示唆するようなそういったものがあるんでそちらをちょっと考えていきますだからレバー刺しは禁止ですよって言ってるんだけど えーまあ、レバーを生で食べるようなあごま油とかを,を添えて出てくるっていやそれ何な,の何なのかなって思うわけじゃないですかだからそういったところに違和感があるっていう、まあ、そういった話だと思うんですよねええー、正直言って何だかわからないんで禁止のはずなんじゃないのって僕は思うんですけどで僕はそ食べてないんで、まあ、レバー刺しを食べれることがあったら食べたいと思いますけどねええー、なんかお腹壊しても嫌だから食べないですけどまあおかしいと、まあ、そういったことが今回の話ですまずどういったことかっていうとね こういったツイートがあるんですよ。焼き肉屋の本音を言います。レバー刺し禁止になって10年以上。このレバーって生でいける。この言葉は未だに店員に言うの本当にやめた方がいい。未だに言う人いると毎回恥ずかしく思ってしまう。多分彼氏、彼女にしてほしくない行動ランキングトップ50位に入ると。えこういったまあツイート。これ焼き肉屋の人がこのツイートをしてみたいなんですよ。で この焼き抜き屋の人のツイートっていうのはまあ最もなんですよ。別にね、えー、どこにも何にも言うことはないんですけど、いや、ただそういうことじゃないんじゃないのっていうことを思うことが、この後に、まあ、つ続いていくんですね。うん、だから、レバー刺しって禁止じゃないですか、えー。なんでレバー生で食べれるのって聞く,質聞く質問自体がおかしいよなっていうことを思うんですよ。で、その通りなんですよ。うん、で、まあ、これ皆さんご存知だと思いますけど、 衛生面から禁止になったんですよねあの牛の牛の生レバーで食中毒が2011年に起こって以来、えーねえー、牛のレバー、牛のレバーを生で食べることができなくなったんですよ。にもかかわらず生のレバーを食べれるということを聞く人がたくさんいると、まあ、何なのかっていう感じじゃないですか。ここまではそうなんですよ。で焼肉屋の人は迷惑してるるということを言うんですよ。でこれも最もなんですよ。で あのそう言っておきながらね今回のこのニュースとかに何か出た写真があるんですけどあのレバーに、えー、ごま油とネギが添えられてある写真があるんですよいやいやそれどうやって食べるのって話じゃないそれは普通に考えておかしいんですよ僕あの、まあ、皆さんも行かれると思いますけど焼肉屋に焼肉屋に行ってレバーを頼むとあの肉だけ出てくるじゃないですかあの赤い部分だけ。 ごま油なんて見たことないんですよごま油とネギがあったらあこれ何生で食えんのとか思うそういうノリなんですよ、うん、だからこういうことを聞く人がいるんじゃないかっていうことを思うんですよでそれに対して、えーまあ、そ,のそんな写真が出てねでそれに対して何、えー、て言うのかなあこういうことを、まあ、また続いて言ってるわけですよ他の人たちがね「<laughs> 絶対店側が不利な魔法の言葉生食は法令で禁止」 これに対してツイッターでは速やかに退店を促したい事案です。客の軽率な行いでお店が責任を取られたらたまったたたまったもんじゃないですっていうことなんですよ。で、これは何かっていうと、あの要するに客が、えー、ね、この レバー生で食べれるとかあるいは客が勝手にレバーを生で食べるとかそういうことによって、えー、万が一ねそれで、ねえー、お腹を壊して食中毒になったら今度店の責任とかにもなるんですよだから店側は困ってますよっていうことを言ってるんです肉店 を経営すするる人たちもあの聞かれるらしいんですよこのレバー生で食べれるって聞かれるんですけどそういったものに対してその質問で店潰したいのって、えー、言ってるっていうことでねで、えー、そういったことにあの共感があのまあた,たくさん集まってるっていうことなんですよでこの今回その焼肉屋さんの、えー、投稿したホルモン島田っていう人なみたいなんですが このホルモン島田っていう人はこのレバーって生でいける」っていう絶対店側が不利な魔法の言葉と言った上で「えー、最近は加熱前提だからまな板を使い分けない場合もあるから注意が必要です」っていうことなんですね。だからその火を通すからね肉を何て言うのかな、うん、そのまな板を共有してるかもしれないっていうことを言ってるんですよ。でこの言葉はあの何かっていう話なんですが。 このレバーって生でいけるっていう、えー、絶対店側が不利な魔法の言葉っていうことでね、この質問自体が。で、えー、例えばレバーを生で食べれますよって言ってしまった場合は、店側が注意されるんですよ。もしも食中毒になった場合は、店側が全責任を取らなければならないと。で、逆に、えー、生で食べれませんとかっていうと、 えー、肉や焼き肉屋でですね鮮度を売りにしてるところはなんか生で食べれない鮮度悪いのみたいなそういった風なイメージを持たれる悪いイメージを持たれる、えー、っていうことなんですよ。だけどそんなことを言っときながらこのニュースの記事とかに出た写真っていうのがえこれ明らかに、えー、生でレバー食べるような写真なんじゃないのってさっき僕言いましたけど。 皆さんも焼肉を食べに行かれることがあるあるいは食べに行った時に見たことがあると思いますがレバーっていうのはあの赤いまあ、要するに魚のあ,あ間違えました肉でしたね、えー、あのレバーってあの肉の、えー、あの肉の部分だけで出てくるじゃないですかどこにもごま油もネギも出てこないんですよで今回のこのニュースを見たらその出てる写真がね レバーの横にごま油と塩とネギがついてるんですよ。いえこれ焼いて食うのって話じゃないですか。思いません？別に僕おかしいこと言、まあ僕はさっき言いましたけど、あの焼いて食べますよ。あの焼いて食べるし、まあ、そもそもそのね生レバーなんていうのを食べないんですけど、だから。 法律でで禁止ですすそそれははかってますそんなことはしませんしかしレバーを注文した時にごま油と塩とネギがついて出てくるってそれ何ですかってこれ明らかに焼いて食べる食べ方じゃないじゃないですかだからこういうことを聞く人がいるんじゃないのってだからこの今回の話で言うとねこの焼き抜き屋の人の言い分はこういうことを聞く客が悪いとかっていうことだと思うんですよ確かにそうだと思うんですよ だけど、この写真を見ると、なんか生で食べれそうじゃないですか。で、ちょっと、あの、繰り返しますけど、僕がね、焼肉を食べに行った時そんなに頻繁に行かないですけど、ごくごくたまに行った時まあ、レバーを頼んでも、レバーには、あごまも、ごま油も、塩も、ネギもついてこないんですよ。だから、これ、何を言ってんのかっていうと、あの、ルール破ってる焼肉屋があるってことなんですよ。暗黙の了解とかって言ってね。うん、だから、 鮮度がいいからレバーも生で食えると生食前提で提供している焼肉屋がどこかにあるんでしょうねだから客は思うんですよ。 そそのの店店に聞いてえそういいててうううあるからここもどななんじゃないのってだからこのもちろん聞く客っていうのもおかしいけれどそういったも,ものの提供方法をしてるところがあるんで一概にどうこう言えない、うん、っていう話でその店の人っていうのは、ま、真面目にね真面目に取り組んでる焼肉屋が迷惑を被って悲惨だなとかっていうふうに僕思うんですよ。でこの話ってちょっと難しくてわからないんですけどわからないっていうかうまくちょっと言えないんですけどこの発言もおかしいんですよ。 くれぐれも焼きすぎないでくださいねってどういう意味でしょうねいや焼き,す焼きすぎないとダメなんでしょ生で食うと食中毒になる可能性があるじゃないですか くくれぐれぐも焼きすぎないでくださいねっていうだからもう言ってることがめちゃくちゃなんですよルールを破ってる店もあればでそのルールを破った店でね客が美味しいと思って味をしめて、ね、他の店に行ってで、ま、真面目にやってる店の人たちが、ね、そういった質問されて困りますってとかって言うんですけどいや単純に僕思いましたけどあっなまれば提供してる焼き肉屋って今もあるんですね。うん って思いました、まあもちろん僕はあのそのリスナー様も思われると思いますがレバーっていうのはきちんと焼いて食べないと食中毒の可能性があるんでそのルールは守りますけどそういうだから一部ルールを破ってる焼き肉屋があるから客もここね、えー、食べれんじゃないかってそれこそ何ていうの裏メニューっていうんですか裏,裏メニューでこっそりレバー刺しが食べれるんじゃないかとかそういうことを思うからね あのレバー刺しを食べ食べべれる店ははなないはずなんですよ法律で禁止されてるからしかし焼肉店で料理方法えこれ生で食べれんのっていうのを聞かれるそういうのがあまあ謎,謎っていうかそういうことが、まあ、言われるで今回こちらの件がニュースになっていたっていうことでだからルールを破ってる店があるっていうことですねまあけしからんっていう話だと思うんですが、えー、まあ、そんな感じでしたまああのね <laughs> 食中毒になる可能性がありますけど、まあ、確かにまあレバーでなくてね他にねそういうまあ、いわゆる刺身とかあるじゃないですか馬刺しとか鶏刺しとかそういう感じで食べればいいと思うんですけどまああのレバ刺しっていうのは食べれる店がないはずなんで、うん、あのまあ、うん そのルール違反する店っていうのが悪いと思いますしそこで味を占めた客っていうのはほかでそういうのを聞くと真面目にやってる店焼き肉屋が迷惑してるっていう。 が今回の話だったたんじゃないいかと思いましたちょっとうまくまとまらずすいませんということで、まあ、皆さんも思われることいろいろあると思いますので、えー、まあ何かしら共感していただけるところまあそうだなぁと思われるところもあると思います最後に言うとねレバーさして食べてはいけませんからレバーを生で食べてはいけないんで、えー、食中毒になってお腹が壊す可能性があるんで、まあ、そういうのはあの、えー、控えます控えましょうということで。 はい、えー、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。